障害者の話やから、よく私らってくくったり、弱視の人ってくくったり、ロービジョンってくくったり、目の悪い人とか見えにくい人ってくくったりするけど、まあ、私はあまりくくんの好きじゃないから、なるべくそう言わへんようにしてるけど、この方が伝わりやすいかなって思ってるから、つい使っちゃう、つい使っちゃうというか、多分その方がね、なんか視覚障害者って言った方が早い。なんかね、 YouTube の検索欄とかでも視覚障害者って検索してる率の方が高いよっていう、そういうのが出てくるんですけど、もうじゃあそれにしようと思ってしたんですけど、本当はこの全部のサムネっていうんですか、タイトルとかサムネイルも見えにくい人たちとかに、最初の方ね、見てくれてた人は分かると思うんですけど、最初の方は全部ね、見えにくい人たちのトピックっていうかタイトルつけてたんです。でもそれじゃなかなかヒットせえへんし、つながれへんかったから、あえて視覚障害とか視覚障害者ってつけてるだけです。でも本当は私が伝えたいのは、見えにくくなってきた人たちに伝えたいだけやから、それだけやから、いや本当に、いやだからってあれですよ、全盲になったらちょっとちゃうかって、そのなんていうん、全盲になった人には該当しない話かって言われたら全然違うんですけど、そのほら、全盲の人は全盲の人でこう伝える、伝え、自分がそうやから伝えていけるものがあるじゃないですか。でも私は弱視やから、弱視の目線がほとんど、もう9割ぐらい弱視の目線でしか喋られへんからさ、なんか経験したことないから、だからなんかそういう風に喋ってるけど、まあなんか伝わってちょっとでも本人が生きやすくなったらっていう風に思って喋ってるんですが、まあね、いかんせんそのいじめはあかんよねっていう、職場とかでもいじめじゃないけど、そのまあ合理的配慮ってこの間喋ったじゃないですか、ここに載っけとくわ、合理的配慮の時に、そのこう配慮されてない感じがするって思ってたのが、まあ、それを配慮って取るのかどうなのかは別やけど、例えばその机の上に置いてあったファイルとか、まあ筆記用具とかが突然なくなったとかさ、その見えてる人はさ、どっかに移動したってパッてすぐ分かるやん、2秒ぐらいでこう見渡したらさ見えるやんか。やけど視野の少ない人、特にね、すごい狭い視野の人とかもめっちゃかかんねん、一個の、例えばこのさ、ブラシ探すのだってすごい時間かかんねんか。やけど見えてる人ってさっと割と移動したりとか、さっとでこうやるやん、移動したりとか、例えばインテリアもそう、急に例えば会社のインテリアちょっと変えて明るくしたよってなって、私ら入ってきたら眩しすぎて見えへんかったとかさ、まあ、インテリアはもうしゃあなし、我慢するけど、してきたけど、とかリラクゼーションサロンで働いてた時は店舗内が暗くって、それ知らんかって、みんな普通に動いてるの音で聞いてたから、ああそうかって思って、暗いところの店舗を行き来してたんですけど、なんかそのインテリアとか、その何、その壁とかはさすがにしゃあないけど、その置いてあるものでなおかつ自分ら見えてない人とかもよく使うもの、例えば大きな面で言ったらコピー機の場所移動したよとかもさ、見えてる人やったらすぐ見つけれるやん、あコピー機あそこに移動したんやみたいな、見えてる人の中ではそれがもう当たり前にこうセッティングされるじゃないですか、コピー機の場所変わったあそこっていうのがセッティングされるけど、見えにくい人ってコピー機が場所変わったことも分かれへんし、で代わりにそこに何が置かれたかも分かれへんし、でコピー機ないやろうって思ってた場所にそのコピー機があったとしたら、そこでぶつかって怪我をします。でも見えてる人は、あなんなんアホやなみたいなんとか、またぶつかってドジやなみたいなんしか思わへんねん。どういうことが言いたいかって言ったら、勝手に物を動かさないでほしいっていうことを、まあ簡潔的に言うならばそう言いたいんですけど、なんかでもちょっとぐらいいいやんって思うやん、見えてるからさ、見えてる人はちょっとぐらい、ちょっと動かしたぐらい気づくやろとか、ちょっと変わったぐらいいけるやろとか、ちょっとぶつかるぐらいなんてことないやろって思うかもしれんけど、コ
ピー機に全速力でタックルしたらめっちゃ痛いんですよ。まあコピー機じゃなくても痛いよね、電柱とか木とかさ、あのね、ぶつかったりしたりとか、こういう机だってそうですよ。机だって見えてなくてぶつかったらめっちゃ痛いからね。見えてるから避けれるだけやで、見えてる人。いや本当にあのほら無理やり分かってって言ってるんじゃなくて、その仕事するんやったらとか学校で暮らすんやったら、あの頭に置いといてほしい。これ学校の先生にも言いたいんですけど、弱視の子たちって見えてるように動くでしょ。見えてるように動くし、まあ程度によるけど、その弱視のね、見えてるように動くし、動けちゃってるから、まあ特にね、小学生とか元気やから動けちゃってるから、先生たちなかなか気づかないところもあると思うし、その子だけにフォーカスできんか難しいと思うんですけど、例えばね、物の配置が変わったとかやったら、もう気づいた時でいいので教えてあげてください。例えば掲示物で今日の移動場所はここですって書かれてても、あのちっちゃい子、あの小学生とか中学生とか高校生とか大学生とかって、あのまあ弱視の子たちって見えへんからさ、全盲、仮に全盲の子をやったとしたらさ、絶対言ってあげる率の方が格段に上がると思うね。なんでかって言ったら、完璧に見えてないのが周知されてるから、分かってるから。だからやね。あ、ちょっと怒ってる風に聞こえてるかも。何が言いたいかって言ったら、その動けてしまってるがために弱視の人にはアテンドが割とねないのよ。多分ね、9割ぐらいの人がね、それはその多分ね、9割ぐらいの人がそれを感じてると思います。まあアテンドが悪い、アテンドがいいのか悪いのかは別として、あった方が確実に怪我とかなんか失敗とかミスとかは減ります。例えば会社でよくあるのが、いやここ見て、この部分この表示変わってるやろとかってさ、こうやってこの部分って言って指で刺されんねんけど、このしか分からへんし、指刺された指がどこにあるかも分からへんっていうシチュエーションがよくあるんです。まあパワーポイントやったりとかいろいろね、使ってお仕事してる人もおると思うけど、でそこで加えてさ、その見えへんねやったら仕事すんなよとか、会社来んかったらいいやん、失明すんねやったらとかまで言う人がね、出てくるからね。それはね、さすがにね、あの人間的に良くないと思うし、そういう職場のね、空気を作り出してる会社は本当に淘汰されてほしいです。ちょっと口が厳しいかもしれないですけども、それぐらいですね。あのひどいことをしてるっていうのを自覚を持ってもらって、なんでこういう動画でこんなことを言ってるかって言ったら、やっぱりその困ってるからですみんな、うん、その社会人やからしゃあないとかいうレベルじゃなくて、うん、これはなんか障害持ってる人にしか分かれへんことかもしれへんけど、でも会社がそういう空気を出すっていうのは、その会社のカラー、うちのカラーはパワハラスタイルですみたいなこと言ってるようなもんですからね。とかうちの会社いじめてますって言ってるようなもんやから、その一人の人がいじめやって思ったりとか嫌がらせされてるとか、まあ分かりやすく言うたら会社に行きづらいとか思わせてる時点で、そこの会社は終わりやと思ってください。こんな厳しい言い方するのはダメかと思いますけど、あの改善の余地あるんでね、改善していってください。例えば言葉遣い気をつける、いつでもできるじゃないですか。挨拶ちゃんとする、まあ人の顔がね見えにくいから顔の方向向かれへんっていう人おるかもしれへんけど、それはちょっと意識してねやってみて、まあもし耳聞こえにくくてその音の方向が難しいっていう人でも、とりあえず笑顔で挨拶しとけばなんとかなる。てか笑顔、もう最悪笑顔でおったらなんとかなるから、挨拶の声が聞こえへんかったりとか挨拶してる姿が見えへんくても、とりあえず笑顔でやっとけばなんとかなるから。まあ、あの笑顔でもいじめてくる人がおるけど、そういう人はもうそういう人やから諦めましょう。うん、でまあ会社、そういうね悪徳な会社ができるのは、まあまず挨拶する笑顔かな。うん、それぐらいはちゃんとやらないと。あの上辺だけじゃダメよ、上辺だけの挨拶じゃなくて、そんなん小学生でもできるから、上辺だけじゃなくてちゃんと心込めて挨拶する。
それができひんのはもはや社会人じゃないというか、いじめを黙認してる会社の時点で社会人ではないです。それはコンビニのバイト、コンビニのバイトであっても、あの看護師さんとかでもあっても、事務の人であっても、サービス業とかの人であったとしても、そう、なんか上辺だけの挨拶されて嬉しくないでしょ。やし、私たち耳がいいんでしょってよく言われるからさ、バレてんでっていう話ですよ。バレてるよ、その態度とその声と。まあ私あんまりそういうその耳でキャッチできる能力がないからあのポンコツなんで、その辺は読み取れないんですけどね。だからね、すごくそういうのでトラブル多かった。だけど向こうも言葉足らずやったんで、まあこっちも言葉足らずなのは気をつけなきゃいけないなとか思う。あとはお互いになんかこうコミュニケーションちゃんと口で喋るっていうのをできるといいよね。こそわざじゃなくてさ、だってそんな嫌がらせするってことはさ、相手が見えにくいっていうの分かってるわけでやってるわけでしょ。そんな卑怯者に改善を求めるのはちょっと酷ですけど、改善してもらうチャンスがあるとすれば、もう言葉でちゃんと説明してあげることぐらいかな。例えば続く